皆さんこんにちは。丸善石油化学という会社で原料調達の仕事をしております小久保と申します。よろしくお願いいたします。日頃海外出張や残業、それから接待等であまり練習する時間が取れない、そんな日々を送っておりますが、皆様その点をご考慮いただき、本日はお聞きいただければとかように思う次第でございます。それからもう一点、今日ベルトを忘れてきてしまいまして、演奏の途中で違うものが見えてしまう可能性がございますが、その点もご容赦いただければとかように思う次第でございます。今のは言う必要なかったか。彼はですね、サッカーやっておりまして、すごいスランプの時があったんですね。でその時に頑張れっていう応援歌を作ったんですけども、その時って僕が仕事ですごい一番忙しい時期で、実はまあ息子よりも自分の方が励まされちゃったっていうですね、そんな曲を歌いたいと思います。ボーイ。
ありがとう。